はい、 Windows 10の今日は簡単トラブル解決集をやりたいと思います。こちらクイックアクションから画面の切り取りをクリックしまして、こういった画面が出てきますよね。そして選択範囲をこういうふうに決めて、例えばこれを、はい、今取りましたよね。するとここに音と一緒に飛び出してきます。これが飛び出してこない場合はどうするかと言いますと、通常こういうふうに飛び出してきて、あとは保存をするとこういう感じでどこにファイル名を入れて保存できるようになりますね。はい。で、保存しない場合はこのまんま×で消せばいいということで、この画面の切り取りというのは出てくるんだけど、こういうふうに切り取って保存しようとしても保存されない場合、ここに音と一緒に飛び出してこない場合はどうするかと言いますと、それはですね、2つの方法を教えます。まずこの通知の管理というのが右上に出てると思います。この通知の管理をクリックです。するとこういったシステムの中の通知とアクションというところに飛びます。そしてこの設定を真似してください。ここがオンになっていること確認、そしてここチェックですね。ロック画面に通知を表示する、ロック画面にリマインダーと VOIP の着信を表示する、そして通知時にサウンドを再生する。多分デフォルトでは最初はオンになってこういう状態だと思います。そしてさらに下に行って、これですね、切り取り&スケッチというのがこちらになりますね。はい、この切り取り&スケッチをクリックしてもらいます。左クリックです。するとこういった通知がオンになってるか見てください。いいですね、これオフですね。通知をオンにするということが第一条件。そしてここロック画面で通知を受け取った時に内容を表示しないというのは、これこういう状態にオフにしておいてください。そして通知が届いたら音を鳴らす、これはオンの状態。この状態がこういう状態になっているかを必ず見てください。すると鳴ると思います。そしてこれアクションセンターに表示される通知の数を設定することができます。一応デフォルトでは3になっております。そしてさらにアクションセンターの通知の優先度は、まあ、標準にしとってもらったらいいと思いますね。はい、こういったわけでこういうふうにクイックアクション、通知とアクションのところから行くということになります。もう一度言いますよ、これで画面の切り取りというのができない場合、こう言って切り取ると自動的にここに窓が出てきます。今これキャプチャーしてるから飛び出してきませんけど、こういった感じで飛び出してきてこの画面になります。そして保存してもらうとこういうふうに保存のファイル名が出てきますので、お好きな名前を押して保存で保存されます。はい、そういったわけでこれができない方、保存にならない方、ね、はどうするかと言いますと、先ほど言ったようにこの通知の管理から行くか、もしくは Windows マークをクリックしてもらいまして、この設定をクリックです。そしてシステム、そして通知とアクションを開いてもらえばその画面になるといったもので、ほとんどこういった設定になっております。オンにしておいた方がいいですね。通知が欲しい人は、通知がうざい人は大体 Google Chrome を使っている方はこれをオフにすれば通知が来なくなると思います。はい、今日はこの切り取りとスケッチ、これがオンになっている、わからない方は全てオンにしておけばいいと思います。この設定を真似してください。はい、システムから通知とアクション、そしてオン、上3つチェック、そしてこういった状態をつけると、これをクリックしてクイックアクションから画面の切り取りで切り取ることができるようになります。はい、こんな感じで出てきますので、ぜひ皆さんもこの方法で今この右側のね、クイックアクションから画面の切り取りをやって保存できない方、ね、ぜひこの方法でやってみると解決すると思いますので、ぜひやってみてください。今日は簡単な Windows 10クイックアクションのところからクイックアクション
切り取り、画面の切り取りが保存できない場合の対処方法をご説明しました。ではまたです。さよなら。